こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は商品値下がりの対応策というのをご紹介します。会員さんから質問いただきまして、3倍以上で売られている商品も、多くの商品は日本で販売されている価格の2倍まで下がっていくようですと。その通り、ね、ライバルがいれば、売れば売れるほど価格が下がります。で、ざっくりした計算だと、3倍で売れれば30%が利益と。2倍で利益はゼロになる。ですからね、いずれは利益ゼロになっちゃうということなんですけど、これ商品探しで FBA ライバル3メーカーを条件にしているのは、ライバルが多いほど値下がり速度が速いためです。また、ランキングがあることは必須だが、順位は気にしないというのも、ランキングが多いほど値下がり速度が速いためです。特に初心者のうちは、価格差が3倍以上あると思っても、FBA ライバルが多い商品、ランキング上位の商品を扱うと高い確率で赤字になります。ですので、赤字になる前、ね、黒字トントンになるまでに稼げる商品というのを見つけるという方法でね、サポートしています。質問に、この前回のね、質問、回答を受けて、売れれば売れるほど価格が下がるなら、新商品を常に開拓し続けるということになるでしょうかと。ということなんですけど、これはケースバイケースでね、いくつかのパターンがあるんで、これで全部というわけでもないし、この中でね、枝分かれもあるんですけど、ざっくり7つに分類してね、お知らせします。まず、ね、値下がり速度の遅い商品を見つけて稼ぎ続ける。新規商品は見つけるけど、その中でもね、すぐに、値下がりしちゃうもんじゃなくて、値下がりするまでにある程度稼げる、十分稼げるという商品を見つけていく方法です。これが一番簡単です。ね、オーストラリアアマゾンで月利益30万円程度を狙うならこれだけで十分です。2番、広告を併用してカート取得率が低くても売れるようにする。3番、セット商品のカタログを作ってライバルの参入障壁を上げる。4番、ブランド登録をしてカタログを独占する。5番、代理店になってカタログを独占する。6番、メーカーになってカタログを独占する。7番、卸売になってカタログを独占すると。いうね、このカタログを独占する方法というのはね、需要が多いんですけど、これやるためにね、何が必要で、どのぐらいの手間とお金がかかるか、その辺をね、リクエストのあった項目から解説記事を作っていきます。ね、いろんなやり方ありますけど、オーストラリアアマゾン、単純にもう新規商品を見つけ続けるというだけでね、稼げる市場っていうのが一番の、肝ですね。何もわかんないうちでもただ売り買いしてれば儲かると。これ今や、ね、日本だのアメリカアマゾンで同じことやっても、全然値下がり速度が速くて、あるいはね、もうすでに利益カツカツで儲かりません。だからね、せっかくのいい時期なんで、商品探しね、サクサク進めて、まずはね、この第一段階の、単純な小売店売というのでね、実績作りながら、次の段階どうすればいいかなという形でね、考えていただくのが一番おすすめです。また、ご質問、確認事項お待ちしてます。